硬め硬め。見てみましょう。いい感じでしょう。はい。これだと多少分かりやすいでしょう。はい。ね。はい。オリゼロを入れて、これ80%、6%でも構わない。60% でも構わないます。ここまで来ると、なんか、いかにも、ね、表現なんですけど。もうちょっと透明にしてもいいけど、まあ、これぐらいでしょう。そろそろじゃないでしょうか。サンプルによって、透明化の進み方っていうのもかなり違ってきますので、あと自分がね、ドロッドロに、本当にもうドロドロになって溶けそうのギリギリのとこまで、持っていきたいのか、しっかりした残った状態を見たいのか、もうちょっと筋肉も透明にならんかと思ったら、これこちらのスケールを入れてばいいし、はい、もうちょっと透明がいいなと思うか、いやいや、もうそろそろ限界だろうと。もうダメだよ。ただもう、それ以上透明にする必要ないと。体の大きさが少し、大きさに依存してね、透明になっていくと違うんで、結構大きい。これちっちゃいと、すぐに透明になる。この大きさを揃えてあげた方が、比較的うまくいくっていう、そういう。で、こういうのになってくると、もうものすごくちっちゃいから、もう速攻で透明になる。これは長いと置いておくと絶対いけないので、これはもうとろけちゃう前に。いかにも透明標本って感じ。まあ、透明になってきたっていう感じがします。だから、あんなでっかいやつで皮むいてやらなくて、これぐらいのちっちゃいやつでね。もうこれはね、ちっちゃい。これで。これね、ここまでまあこう透明になってくれると、これいいわけですよ。もうちょっとアップで撮ろうか。ね。ここまで透明になってくれるといいなと。もうちょっとガタッと上げるかな。前回から変えずにこう置いてるんだけど、スケールを何回かやって、もうこれめちゃくちゃ透明になってきてるやつもあって、これ以上掘っておいて失敗するとこボロボロになる。これ前回この過酸化水素水強く効かしすぎるとこボロボロになるっていう事例が発生しましたけど、まあこれそうなる前に変えていきましょう。もう赤い液もね、染み出してます。スケール。もう透明感が半端ない。ほら、こう。うろことかも、残ってたやつも、こう、部分的に落ちてくる。もうこれで、60% のグリセロールをちょっと薄く出して様子を見る程度でいいと思いますよ。あの次もまたね、どうせこれすっごいたくさん足しても、まあ、こんな感じ。上から見てみましょう。こんな感じね。全俯瞰で撮ると、もう透明感満点よ。かなりいいよ。ちょっと寄せてぜ。はい。ガーンって光通したと思いますし、何のこっちゃかわかんないから。一枚紙を引いて。
はい、まあ、こんな感じ。あの、これもまあいいよねと。で、中の液がこれではないんで、そこに 80% のグリセロールがいいのか 60% のグリセロールがいいのか、どっちがいいんだっていうのは分かんないところもあるんだけど、もう透明だよね。はい、いい感じで、いい感じでできてきてるんじゃないでしょうか。はい、一通りできたんでね、こう見かしておいてってみましょうか。ピタピタピタって見に帰って見にくいっていうのもあるでしょうけど、落ちることって落ちるとあれなんで、これはちょっとボロけてくる。これそれなりに綺麗、できてる。うまくいってる場合もあるし、まああんまりうまくいってないのもまああるけど、総じて今回のやつはそれなりに良い出来だったんじゃないでしょうか。あんまりね、長く置くとこうぼろけてくるんで、まあこんなもんですよ。でちょっと透明度が低いようなやつもあって、出来方にはムラがあるよね。それは体の大きさがそれぞれの個体で違うんで、まあ、結構透明、非常に良い透明感が出てるのもあります。はい、ちょっとこんな感じで、はい、行きましょう。はい、はい、これは結構いい状態かな。はい、一通りね、中の骨が見える、内臓が残ってるやつと残ってないやつがあるけども、まあ、これで一通りあのグリセロールに入ったんで、そのあとはこの筋肉の中でかいくなれば、やっぱり透明感は落ちます。透明感は落ちる、うん、透明っぷりはそれはでかい個体の方が難しいよね。長く置かないといけない。ちっちゃければちっちゃいほどなんかね、綺麗に、一応これでもうこれ以上は、もうこれ以上はその透明化あんまり進まないようになってるんで、これで置いておけます。はい、グリセリンの中にはチモールが入って防腐剤が入ってるんで、これでそのカビが生えてくるのは防げるはずですけど、定期的に見てあげてくださいね。あとでまあ綺麗に、どうやったら綺麗に映像に収められるか的なのはまた後で説明しますけど、後日もう一回そのいろんな容器の中に開けてみるっていうのもやりますんでね、こういうのね。はい、プラスチックのやつはやっぱり透明感がね、それほど透明でもない。大きくなると透明度がそれなりに上がってるのに、ちょっと黄色くなる。でこのそれに対してちょっと変わるだけでもね、透明感が半端ない。これもね、この辺りの透明感がいい。大きいとね、やっぱそれなりにね時間がかかる。もっとこう透明にしたければ、こう長い時間スケールにつけていればこういう感じになってくるんだけども、それはそれでボロボロになってリスクが高まる。これぐらいじゃないでしょうか。